どうも、大島です。またアラモエクの続きやっていきます。台所もいい感じですね。こういうマンションアメリカでは狭い部類かもしれないですけど、うん、ニューヨークでこれだけって言ったら相当いいマンションでしょうね。テレビをつける。よし、オンにする。見る。カウチポテト、ハリー・ギャレットショー。え、超リアルだよ。え、ちょっと普通に普通のテレビ番組。今夜のゲストはベストセラー作家のアラン・ウェイクさん。最新作サドンストップについて。え、これ実写じゃないの？これ傑作ですよ、買ってください。実写だね。あ、モデルがいるんだ。ここだけの話、それはまずいな。いやいや、いいそうならスタッフからざっとあらすじを聞いちゃうんですがね。ほうほう、こういうトーク番組はいっぱいありますね。全部読んじゃいましたよ。大ファンなんです。それはどうも。サリバン賞とかね、さて、うん、まだこの新作を読んで、有名なやつがありますけど、ちょっとネタバレになりますが、そんな方がいらっしゃればの話ですがね。この最新作で主人公の探偵アレックス・ケイシーが死んでしまうんですね。アレックス・ケイシーね、よく切ってのハードボイルド探偵がですよ。なんだって彼を殺してしまったんです。ひどい人だ。生成しましたよ。いや、このシリーズはもう…なんだこの…そろそろあの暗い男には別れを告げて、新しいテーマを書きたくなったんです。はぁ、あ、はぁ、あ、過去からの旅立ちですよ。あ、だからデパーチャーなのね。作家とはわがままな生き物ですな。ケイシーには随分楽しませてもらいました。はいはい、確かにおっしゃる通り暗い男だ。恋愛面でもついてなかった。ご自身はいかがなんです？すごいね、質問が。ああ、ケイシーの周囲に現れる女性はみんな死んでしまいますからね。はあ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 。自伝的な要素なんて全くありませんよ。うちは家庭円満だし、妻は私のミューズです。ミューズね。そいつは大変結構ですな。さて、プロモーションツアーの感触はいかがですか？はいはい。順調ですよ。やっと戻れてほっとしてますがね。確かに最近は何かとお忙しい。金かけてますね、結構。それに例の例のパパラッチとの一件。パパラッチとの一件。あの記者はあんまり不作法だったんでカッとなってしまってね。反省してますよ。有名ですものね。たぶんまあこんな感じですよ、本当にアメリカのこのトークショーっていうのは。すぐお求めください。それでは今夜はこの辺で。ゲストの皆さん、ありがとうございました。アラン・ウェイクさん、サム・レイク。もう一度あの顔やってくれ、サム。サム。そしてホイッツ・オブ・ザ・フォールでした。ではまた。あれ、サム・レイクって。少なくともユーモアを感じられる。それでよしとしよう。サム・レイクって多分このゲーム作った人？わかんないけど。お説教会。突然怒りが込み上げてきた。はいはい。自己嫌悪とし。あら、いきなり止まったんだけど。ちょっとまだセリフ読んでる途中だぜ。まだ怒ってるのか。今朝は怒ってたわよ。夜中どころか朝の7時に帰ってきて、話の途中で寝ちゃう。なるほど。もう怒ってないわ。あなたは？ツアーのせいでクタクタなんだ。うん。あら、もうちょっとじゃない。これが終われば。また書けるようになるわ。ツアーの途中で、アリス。あら、疲れてるのね。シャワー。いい奥さんじゃない。戻って。ああ、そうだな。ごめんよ。これが終わったら旅行に行こう。休暇だ。二人っきりでのんびりしよう。なるほど。だからあそこに行ったんですね。でもこれが2年前でしょ。ずいぶん前の話ですよね。クリッカーがキャビンへの鍵だった。はいはいはい。アリスを救うには湖に戻らなければならない。なるほど。もうクリッカーって。俺は湖に戻って決着をつける。原稿の最後の。あんなカチカチスイッチがいいの？結末を書き込むんだ。ここじゃ書けないのか？最後のページはタイプライターなので、あれを読まなきゃ。続きは書けない。全員は近道をしようとしてそこで失敗したんだ。近道をしようとして。分かった。いつでも行けるわ。すまないサラ。
これは俺だけでやる。バリ、サラの銃を。俺が出たらドアを閉めてください。サラの銃を感動のシーンを入れてちょっと今までのさ、あの行いからちょっと感動は全くないんだけどおお、いいね。なんか外は暖かく快晴だった。クリッカーのおかげなのか。俺はあ、そうか、夜は別に大丈夫なんだよね。今のうちに湖までたどり着く。そうだよそうだよ、今のうち行っちゃった方がいいよね。全員の原稿で俺はコールドロンレイクのほとりに立ち、クリッカーを、はい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 、そこへ向かうのだ。なるほど、綺麗な感じですね。なんかグラセフの世界をそのまま持ってきたよな。さあ、太陽にもこの見事な大自然に囲まれていると、どうして、なんかもう最終決戦って感じ。ひょっとしたら全て妄想なのかもしれない。全て妄想なのかもしれない。今もキャビンに頭の中の物語に囚われ、ああそういうこと。ハートマンの言うようにアリスの死を嘆くあまり正気を失って、はい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 、俺の想像力ならそれも十分可能だろう。だが今となってはどうでもどうでもよかった。やるべきことはただ一つだった。車に乗るってことでしょうね、多分ね。これね、乗る。またこの運転しにくい。ああこれ実在の会社ですよ、これ。この看板、携帯電話さあ、コールドロンレイク、いろいろと実世界のことも取り入れてるんですね。あの実写入れてくるとは思わなかったな。モデルの俳優さんがいるんですかね、ちょっとわかんない。私見たことないな、この人。エネジハイザーもこれ完全に本物ですねちゃんと電池のあれ、広告じゃなくて広告入れる代わりにお金もらってるんでしょうね、ゲームで使うってことで。ここは別にいいの。さあスピードリミットは50。これは何、これ 97.6kbffm。 これは実在じゃないと思うけど。さあこれはディアフェスティバルのやつかな。あら、ちょっと暗いとこだよこれ。なんか事故ってんだけど、これ歩いてけって。まさかの、チェックポイント。こっから歩きですか。ちょっと明るいところに。あら、結構怖いねこのシーン。ちょっと夜になったんだけど急に。ちょっと待って、何が起こったの。彼女を殺してやるって何が起こったんだよ。そんな時まで操れるのか、あのおばちゃんは。落ち着け。よし、あ、痛い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 。なかなか死なねえな。おっと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 、もう消えてるんだね。よいしょ、避ける。 OK、 またなんかエイムしちゃう癖、なんとかならないかな。あ、これランタンなんだ。ずいぶん硬かったね。さあまた原稿が落ちてる。カラスがいる。また鳥出てくるのかな。今までの敵オンパレードなのかな。結構あるね。あ、難易度ナイトメアのみで入手可能なやつもあるわけね。闇の存在ウェイク。闇の存在はもはや小説家に自らの望む結末を書かせようとはしている。なるほど。あの男は知りすぎた。しかもトーマス全員が残した。あれが狂気なの。今や闇はコールドロンレイクにあの深淵に行かせまいと全力で小説家の行く手を阻もうとしている。なるほど。もう殺す気満々って、もう最初から殺す気満々だったよね。何回も殺されてますけど私みたいなあ、割れちゃった。これ乗れんじゃないのね、ほら、室内灯がついてる車は乗ることができますって書いてあったんですけど。さあ
またライトのあれがあるってことは敵が出てくるんでしょうな。さーて、車がところどころで置いてありますね。これも乗れるやつですね。ジープ、なんか変えた方がいいのかな。車で追っかけてくるとかいう新しいあれはあんのかな。もう無視ですね。無視無視。光量を上げるってどうやってやるんだっけ。また壊されて下ろされるのが面倒なんで、もうささっと行っちゃいましょう。え、ちょっと待って、これ遠回りしなきゃダメってパターン、これやばいんじゃないのこれ。あ、大丈夫、大丈夫そうだね。これはもう突破できないもんね。サボらせねえぞってことか。あのダイナーとか行った方がいいのかな。ちょっと武器を確認しよう。うわ、武器何もねえ。ちょっと待って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 、これアイテム行った、アイテムが絶対あるんじゃないの。これは何、これ、オープンって何や。これラジオ読むって何。マジスティックモーテル、あ、モーテルね。保証金として100ドルお預かりします。なるほど。騒音ペット同音不可、退役軍人割引ね。軍人さんは手厚いですよ本当に。レストランでもね、割引になったり。調べる。モーテルの宿長によれば、ナイチンゲールはここの2号室に。ナイチンゲールはこの2号室に。あ、なるほどね。これってなんか調べた方がいいの？ 2 号室ってどこ？数字がわからん。え？ここ？どこどこどこ？ここ？ここ？ないんだけど、2号室なんて。ここなんかキラキラ光ってない？なんかほら開いた。調べる。間違いない、ナイチンゲールはここに滞在して俺を追い回していた。なるほど。で、先行知るな。やっぱ見といて正解だね。リボルバーの弾薬を取る。じゃあもういいのかな。ここが鍵閉まってるってのがいいね。なんかちょっと待って、なになに、それはどうかな。楽勝やね。どこ行った？あれ今一人いなかった？あれなんか黄色いマーク？あれなんか車あるよあそこに。あ、いた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 。後ろも怖いなちょっと。なんかオンバック BGM が全くないぞ。大丈夫か？よし。あそこになんかアイテムの箱あるんです。全然見てなかった。古典的な武器使いやがってこの野郎。釘バットだと？開ける。あれ？あ、なんか置いてあるあそこにも。ちょっと待って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 。こっちから行くの？ここだっけ？あー、ショットガンを取る。よし。ダメな方のショットガンか。まあ、ないよりマシですね。文句言わないで使いましょう。じゃあ、もう特にないみたいに行きたいと思います。室内灯がついてる車は使うことはできる。これは乗れない。なんか、何これ？なんか前についてる。あ、バッテリーが落ちたのかな？多分。あそこに車あったよね、なんか光ってる。それは乗れるんじゃない？ね。なんか古ぼけた車だけど。よし。
いいね、来てよかった。やっぱりよし、まあ出てくんだろうね、また。あー、ちょっとそれは聞いてない、それは聞いてないわ私。はいはい、失礼しまーす。よし、もうさっさと行っちゃおう、もうね。よいしょ、これは乗れない。出てきそうな気がするな、ちょっとこういう狭いところ。発煙筒を取る、これ登れたりする？特にない。よいしょ。なんだあそこは。え、なに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 。あー、それそれね。まずいかもしれない、ちょっとこれは。隠れる場所がないぞ。危ない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 。なんか落ちてったぞ、一つ。まだ戻ってくるのかな。どっか勢いで外って、橋の外にどっか飛んできましたよ。なんか光ってんだけど、何が光ってんの。特に何もない。なんだ。ポルターガイスと戦って進む。ちょっと。あー、ちょっと痛い。ちょっと車の陰に隠れさせて。危ない。よいしょ。だいぶね。ふぅ。何次は。あれ？なんか動いてんだけど。よいしょ。わお、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 わお。ポルターガイストでよく死ぬからね。大丈夫かな？怖いよ。ちょっと待って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 。それか？どれがポルターガイストなのかよくわからない。アップな！大丈夫か？お！ちょっと待って、おい、あ、バッテリーセットしないと。オッケー。はいはい、タイヤね。タイヤはあれ、まだ生きてんの？ゴンゴンいってるよ。もうちょっと進んでみる？それも動く？動かない。オッケー。どこどこ、それ？うわ、2つだって、3つだって、4つだって。ちょっと、よせ。どこ飛んでった？オッケー。バッテリーセットする。どっか飛んでたから無視。無視できない？下の方で荒ぶってる？さーて、気をつけていきましょう、気をつけて。まさかの。オッケー。ちょっとまずいかもしれない。ちょっと。危ない。よい、あら。オッケー。発煙筒を持ってるからね。まあ、うまく使っていけってことなんでしょうけど、まさかのこの、でっかいやつと戦うの？あれ？あれ？ちょっと動けないんだけど、痛い。よいしょ。危ない。よいしょ。ダメか。あ、痛い。死んだ。ちょっとはコーナーにはめられてベシベシなぐらい。いった。ちょっとまずい。もうよくわかんないんですよね、これ。見えないんですよ。よいしょ。いった。全然わかんさあ、テイク3やっていこうか。もうちょっと回復しておく。いやー、これいちいちポルターガイスと戦ってやってるんで大変ですね、これ。まずね、もう投げまくる。よいしょ。あ、違った。よいしょ。オッケー。いや、もう、会えて嬉しいよって、瞬殺できたね。よかった。とりあえず、チェックポイント、俺に。チェックポイント。もう、あれ、超えたくないわ。
大丈夫？よし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 。あーよかったー。難しかった結構。よし。まさかあれで一発でいけると思うのか。最初からあれやればよかった。コールドロンレイクへまだ向かってるのね。おーっと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 。まずい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 。まずいまずいまずい。RB かなんかだっけ？なんだっけこれ。これまずいなこれ。あ、車がいるんだけど、ちょっとどうすんのこれ。いやーやめて、ちょっと新しい展開。ちょっと道路に戻して、こっちオフロードじゃないの。はいはい、行きましょう行きましょう。向こうみたいですね、とりあえず。こっちの方がスピードは出るぜ。もう猛ダッシュで、猛ダッシュで行くよ。車変えた方がよかったかな。なんかすげえグラグラしてんだけど、大丈夫大丈夫。え、なに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 、マジかい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 、なんだ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 あれ、なんだあれなんだあれなんだあれ。びっくりさせないでくれよ、ちょっと。ええ、どうなってんの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 、何が荒ぶってんの。すごいねこれ。車でもそんな、そんな簡単には行かせないよっていう、あれ体力っていうかさ、車は直らないよねさすがに。え、なんかシューって言ってるよ。消えた。よし、じゃあ一回降りましょう。うわー、なんかデロデロになってるよここ。さあ発煙筒を取る。 OK、 もう別に壊さなくても良さそう。こういうのには乗れなさそうですね。あ、やばいかも。ちょっと壊しておきましょうか。戦闘になって踏むかもしれないよね。オッケー。よし、赤いやつがあるってことはやはり、ちょっと一回こっち行って、あった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 、リロード、アップな。おお、ちょっと一回これでやってもらって、よいしょよいしょ、オッケー。危ない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 。ショットガンの弾薬、リボルバーの弾、まだ赤いやつがいっぱいあるってことはゴロゴロくんな多分。リボルバーの弾薬は大丈夫。どこ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 、いったー。本当にマジかマジかマジか。ちょっと一回怖い一回怖い、ちょっと怖い。よしよし、だいぶだいぶだいぶ全然見えないね、赤くて。オッケー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 。誰か横から、いったー、いったいったいった、死ぬ死ぬ死ぬ。よし、ちょっと早く使って使って使って、早く早く。カオスよカオス。ちょっと一回距離取ろっか。よいしょ、危ない危ない危ない。後ろはやめてよ、後ろ、後ろはダメだって、後ろはダメだって、後ろはダメだって、後ろはあかんって、後ろはあかんって、めっさいるんだけど、ちょっと後ろがまた怖い。回ってきやがるやつらがいるからね。やばい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 、あの人たちちょっと距離取って、よし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 。怖い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 、投げてくるやつらめんどくせえ。来てる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 。危ない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 、いった。ちょっと敵多いって。よし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 、バッテリーセット。めっさ多いんだけど、ちょっと怖い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 、やめてー。
よしよしよし、もう全部使えるものは全部使って、もうツーマンセルとか言ってた時が懐かしいよ。ちょっとオッケー、あそこになんか詰まってる人がいるけど大丈夫あそこで詰まってる人いるけど、もうなんか音楽変わっても、あ、わかった、タックルしてるんだあの人。あ、違った、すまんね、音楽変わっても全然怖くないよ、そんなこと詰まってるんだ。ショットガン発煙筒バッテリー、オッケーオッケー。いやー、すごい人数だったね今のは。ちょっとしびれちゃったよ。健康を拾う、読んでみますか。固定の墓場。コールドロンレイクの固定はかつてこの深淵へと引きずり込まれた者たちの墓場。なるほど。朽ち果てた古い難破船や墜落した飛行機の残骸、はいはい、闇の存在はそれらに息を吹き込み、無造作にばらまいた。なるほど。無造作にばらまいた。はあ。そのポルターガイストのこと言ってんのかな。ちょっと今回長くなっちゃったんで、ここで一回切りたいと思います。リボルバー、リチウムバッテリーね。OK。ということでまた次の動画でお会いしましょう。失礼します。